ということでね、途中からなんですけど、最初一面のこのセンサーに触れたら防御ダウンの弾が出てくるじゃないですか。これ今青いので出とると思うんで、これになんていうかな、これを敵に当てないと防御ダウンしないんで、ちょっとねこうやって粗めにやって、ここねちょっとこの面下手くそなんやけど、ちょっと粗めに打って防御ダウンを当てて、動画超理想なんかはちょっとわからん。これ今先に味方当たったら味方防御ダウンしちゃうんで、ちょっと左目が痛くなるんで、なるべく当たらないようにね。次成功するかな。ちょっと後付けで申し訳ないんですけど、でこれうまくいったかな。で防御ダウン今したんで、防御ダウンしたらでも結構あっさり倒せるんで、まあ、ちょっと紋章多めで申し訳ないけど、一応このパーティーが一番組める。貫通のがやりやすいかな。これ反射どうなんやろ。でここも先にこう出して、あっち当たってないね。基本ね結構大雑把に打たないと、ちょっとちっちゃく刻むとなんか難しい気がするな。このなんか弱点と弱点結ぶような角度でやってやればうまく、ほらいった、こんな感じ でスピードがね足りなくなるんで、あんまり薄くいくと。で次がここはシールド先に割りながら、何発か弾打ってくれるんで、シールドまず先に割るの優先して、難しいねここで。防御ダウンした後に殴りたいけど、こうやってスピード足りなくなるんで、結構粗めね、結構粗めに打たないとダメでね。これ防御ダウンできた後やったら友情とかも通るし、これ薄めに行こうとした、どう薄めに行った結果はあんまり良くなかった気がする。うん、良くない、やっぱ良くないんで。で優勝がね、でもすげえ飛んのよ、太陽の太陽むつみの友情はすごい通るんで、属性効果はないんでね。なんで無属性の友情でも全然大丈夫なんやけど、削るのがまあここちょっとめんどくさい、ね、ちょっといまいち分かってないな。でこっからか、これもシールド先に割って、ちょっと粗めにして、弱点も出してやらないといけないんで、一回弱点殴って、帰ってくるみたいな。うん。今のいいかも。今のみたいな感じがいいかもしれない。で、ボス戦入っていく。で、この時点で、まぁちょっと、ウンボ出ちゃったんで、SS があれなんですけど。でここもセンサー、これロボットセンサーを出してロボット防御ダウンして削っていくやん。でロボット自体はすぐ倒せるんで、これもしかしたらその剣だけでもやれるような気もせんこともないけどね。ただ防御ダウンするんでね、これあんまりしたら味方もね。でしっかり倒して、でボス出てくる。でこれパネルの配置が結構ヒントってか、多分こう打ったらいいなってのがあって、あ今ってあんま良くないな配置が。パネルを、剣パネルをねこう3つ踏むような位置でいけば、これちょっと今配置がなんかウィンドウで引き寄せられるね、そのパネルの上に。それ自体がそもそもヒントってか、こうほら引き寄せられた。なんでこうセンサー先に出して防御ダウンさせてからこう殴ってやったら結構削れるんで、寄せてくれたところでね、タイミングで。これも結構ヒントですね。でしっかり防御ダウンさせて殴る、どっちかがね防御ダウン当たるんで、スピードキャラのスピードによって、ね、ちょっと違ったりするとこもあるし、スポットとかも取ってるんで微妙なとこあるけど。でここも SS 溜まってたんで、おーか、防御ダウンをとりあえず優先して SS 打つときは無駄になっちゃうんでね、防御ダウンした。でパネルもある程度踏めれば、ただこれぐらいじゃやっぱり飛ばせたりはできんかったな全然。
ここで終わっちゃうかと思ったけど、多分止まった位置もあんま良くないし、弱点あれできてないんで、でそうね、2回目でここまで来れたんで、でここもセンサーもうちょっとさっと倒したかった、太陽のあれがあればすぐ倒せると思ったんで、ね、この目こいつらだけ倒したいと思って、弱点こうセンサー先に出して、やることはね基本一緒なんですけどね、だから剣パネルの位置がとかも結構ヒントになっとって、打ち方ので、次もそうね、もうここまで SS 使うときは防御ダウン優先なんで、どう打とうかなっていう感じだったけど、一番確率高そうやったのがこれかな、帰ってちょこんと先にセンサー触ってみたいな、先にね、で左の当てるつもりで打ったら、まあうまくいったかな、これでパネルだけ踏んで、あとはね SS で削れるんで、優勝強いねやっぱ結構。でもが太陽はやっぱ強いな、2体ぐらいおったらすごい楽かも。でこんな感じで、まあ、特に演出とかなかったんで、まあ、こんな感じで終わりました。以上で2回目かな。